河野常吉河野常吉から1930年9月3日は、明治大正期の北海道士研究者。河野霊蔵は、実定、愛の研究者として名高い河野博道は子、また、次女の道子は、動物学者、犬飼哲夫に嫁ぎ、河野本堂は孫にあたる。品の国安住郡犬飼いに行った村に、河野道重の次男として生まれる。 長野県主犯学校松本志向を卒業後、1881年に上京し、慶応義塾で2年間学んだ後、秋田県の昭和気鉱山の分析主任となる。京里へ戻って、養産業20時、新洋日報客員として活動、またこの頃、自由民権運動にも関係していたと言われる。その後、長野県庁や東京中央気象台に勤務、この間の学歴、 食歴の中で人文、自然科学の広範な教養を身につけている。1894年北海道へ移り、北海道朝食宅となって、宅食行政に関わるようになる。宅食状況の現地調査に努め、1898年から1901年の間に、根室国、日高国、串路国、十勝国、北見国の各国について、 北海道植民状況法文をまとめた。自然条件、地域の遠隔に触れた、拓殖状況の報告は、当時を捉える貴重な資料となっている。また、北海道拓殖要欄、第二拓地植民要録、道春一般、北海道植民の進歩、北海道旧土人、函館区市など、道庁の拓殖事業関係の観光所の編纂に、業績を上げ、日本原住民、 コロボックル説を批判する立場で、学会論争へ参加するなど、私学、考古学、アイヌ研究の分野でも大きな影響力を示した。街道50年記念事業の北海道市、編参事業では、編参主任となった。この時、アイヌとして尋常小学校の教師を務めていた、竹熊徳三郎を知り、その著書、アイヌ物語の序文と校程を担当し、 出版にも尽力したとされる。その後も北海道史跡名称記念物調査委員、小樽市立図書館長を務め、小樽市史や室蘭市史の編纂にも関わった。適切な資料を発掘しての実証的、体系的歴史叙実は高く評価され、また優れた道踏み研究の後継者を育成したことも重要だった。須田茂、近現代アイヌ文学史論、近代編。 愛の民族による日本語文学の奇跡と使用者2018年109ページ ISBN 9兆7849億928万1029ありがとうございます。